はいどうも皆さんこんばんはということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども今回はですねワールドカップ日本勝ちましたねよかったねスペインに勝ちましたねやったわ今ゆずおがご飯食べようとしてたねということでね今回なんですけども、これ昨日の夜ご飯なんですよそう昨日の夜ご飯をなんかしれっとまあ前にさちょこちょこなんかサブ風みたいな感じでさ夜ご飯をあげる動画その日の夜ご飯をあげる動画みたいなのを出してたじゃないですかそんな感じでなんかいつもの本当に日常の夜ご飯の撮影をしてたんですよで撮影が終わってまあ大体動画が15分ぐらいだったのかなアップロードしてたんですよパソコンの方にスマホからそしたらそのアップロードが1時間半以上かかってなんでかわかんないんですけどなのでアップロードまでは見届けたんですけどその後寝ちゃいましたよねでしかもまあ冒頭で日本勝ちましたねなんてこと言ってたんですけどスペイン戦を寝てしまっているっていう悠々しき事態が起こりましたねでまあツイッターでねいろんなまあ著名人の方のさツイートを見てあ日本勝ったんだと思ってすごい嬉しい気持ちになって今声取りをしてるんですけど朝起きてすぐそうまあでもよかったね日本勝てて嬉しいですよまあ僕が好きなまあ、YouTuber さんっていうか実況者さんっていうかの方もツイートされててすごいそれを見て嬉しい気持ちにもなりましたしまあ何より日本が勝ってなんかそのいいニュースで盛り上がるっていうのはすごく嬉しいことですよね福くんかわいいそう福くん毎回こうだからね毎回夜ご飯のたびにこう待ってるんですよこれが毎日かわいいね本当にね、うん、そうなん今日のご飯はね人参今日のっていうか、まあ、昨日のです人参と小松菜とあとはスプラウトですね、うん、スプラウトをあげましたねあとペレットねそうで普段はさこういうなんかごちゃごちゃっとしてるところはカットするんですけどまあなんかそのいつもの日常みたいな感じの動画なのでまあそれもちょっとこういうところ普段はカットしてるけどまあこういう感じなんだよっていうのにしようかなまあちょっとカットし忘れてた説もあるけどしようまあもともとそういう日常の日常をなんていうの撮ろうと思ってたので、うん、まあそんな感じですね、うん、福くんも可愛いねエブイよーワールドカップ見逃したの悔しいよまあしょうがないですねしょうがないねそれはねいやー昨日の動画も寝起きでなんか声取ってなかったっけ昨日ってかまあ一昨日かまあそんな日もありますよね隙間時間でやってたりとかもするのってねさああそうそう夜ご飯あげたら向こう見に来てさまあこれも日常っちゃ日常なんですけどなんかもらえるかもしれないなって思ってくるんですようちの子たちゆうぞうもそうでしたけど最初のオープニングで映ってたゆうぞうもねそうだけどむーちゃんってさ、まあ、猫って肉食の動物なのでまあハムスターのご飯基本的に全部別に興味ないんですよささみとかあげてるときは別なんですけど毎回前ペレットと野菜とかあげるときもさ毎回いるっていうか来るんですけど帰ってくのよかわいいのよそれが
あ、私が食べれるものないねって、あの時々後ろでずっと座ってたりとかもするんですけど、でもあ、いちゃ可愛いな、いち可愛いな、そうずっとねずっと見に来ては戻っていくっていうのが、まあこれも日課みたいなもんですね。そう、まあ、こういう一面ってほとんど動画には出さないので、可愛いな、いち、いち可愛いな、そう、だからまあたまにはこういう動画もいいかもしれないですね。いつもだったらああいうところは、まあ、カメラ揺れてたりとかするとカットしちゃうので、そう、まあ動物がたくさんいるね、家庭ならではですよね。毎回私もらえるかな、僕もらえるかなって言って来るのよさあ、いっちゃんもお食事中ですね。あの、起きたてで肌声で本当申し訳ないですね。まあなんかその気ままに、僕ね、コアラコアレスさんっていう方が好きでさ、筋トレ系の YouTuber の方なんですけど、その人がさ、まあ、最近あんまりやってないかもしれないですけど、昔よく、ラジオみたいなのをやってて、筋肉ラジオみたいな筋肉興味ない方ちょっと申し訳ないですけど、そのラジオでさ、よくまあなんか気楽に洗濯物でも畳みながら聞いてくださいよみたいなことを言うんですよ。それがすごく好きで、なんかそのまあこの僕の今の今回の映像に関しては、まあ可愛いね、うちの子たちがご飯食べてたりとかもして、映像自体も可愛いっちゃ可愛いんですけど、なんかそうやって視聴者さんに気を使わせないようにこうなんかおしゃべりするっていうのがすごいなんか配慮してるなって思って好きなんですよね、そういうの。そうだからまあそうね、洗濯物まんまパクってるでもまあなんかやったりとお茶とかでも飲みながら適当に聞いてもらえたら嬉しいなと思うんですけども、そう、なんか今回別に何かの企画っていうわけでもないんでね、ただうちの子たちが美味しそうにご飯食べてる映像なので、うん、そう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 、あ、人参で釣ってますね、あ、人参持って帰ったね、きなこかわいいそうそう、大事な物入れのところにね置いてますね、うん、あれ、あ、そっかそっかそっかあ、戻したね。なんかこの辺もさ、ちゃんと考えがあってなんか行動してるんだなっていうのが見れて可愛いですよね。なんでだろうね、なんで戻したんだろう、でも今これはこの中のものだみたいな、それとも大事なもの認定されなかったのかな可愛いけどな。さあ菩薩くんね、菩薩くん本当に毎日ね、まあお薬もね、実はまあ飲み切っちゃっていいですよって言われてるお薬なんで、まあ本当に夜ご飯あげるとき、これはもうお薬あげてるときなんですけどにあげたりとかしてて、でも毛並みがね、っていう感じなんだよな。本当に最近はもう毎日衛生面気をつけて掃除してるんですけど、悔しいところだね。まあでも、そうね、菩薩くん可愛いからね、足元人参落ちてるしねまあでもね、シャンプーも本当に週に2、3回ぐらいかなやってて、でもその時ばかりはやっぱり毛並みがすげえ綺麗になるんですけど、すごいね、なんだろうな、なんだろうね
まあ体質なんだろうな。こればっかりは体質なんでしょうね、きっとね。でも元気よくご飯も食べるし、まあ本当に、元気はあるので、まあ、またなんか気になることがあったら獣医さんに行こうかなっては思ってるんですけど、今のところは様子見をしている段階ですかね。このだってさ、床材も、もうちょっと違うシーンに行っちゃいましたけども、あの今まで買ってたやつがさ、どうしても掃除の頻度が多くなってなくなっちゃうのね。で今なくなっちゃったんで、あのキッチンペーパーをさ自分で細かく切ったやつを入れてるんですよ。だからなかなかにそれも結構手間な作業でさ、まあでもなんかそうやって手間暇を惜しんでるのがすごく、やっぱり、ね、なんか掃除をする時とか触れ合ってる時とかっていうのは、まあ、ご飯を作ってる時もそうなんですけど、なんかその子に対しての愛情が増すよね。そうだから、なるべくそういうのは時間を作ってやってるんですけど、そう、あんこさんのお皿も可愛いでしょ、これ和柄で、和柄なのかなこれ昔なんだっけな、何かの動画でなんか お寿司か何かを作った時に買った動画、買った皿なんですけど、これずっと結構大事に使っててね。時々、まあ、あんこさんはなんかその背の高いお皿使ってないんですよ。だから基本的にこう平らに近いお皿にご飯を入れてあげて、あのトマトのお皿とかね、まあ、僕の動画を結構見てくださってる方はよく見るトマトの皿と枝豆のお皿とみたいなお皿を使ってあんこさんはご飯を食べるんですけど、あんこさんも可愛いね、手短いのでそうなんですよ、そうなんすなんですよ。で、あ、そうそう、手乗りね、やったんですけど、これはもう本当にワクワクドキドキ手乗りタイムなんで、ちょっとでもご飯がなくなると、あの、僕のお肉を食べようとするので、ね、これワクワクドキドキ手乗りタイムなんですよね。今もちょっとハムってされたからね。そう、この見極めが大事でね。やっぱりこの辺は、まあ、飼い主じゃないと分かってないところなんじゃないかなこれ親指もね、常にこうやって動かしてないと、やっぱりこの子がこう、なんだ、美味しそうな親指だなってくるので、今も噛まれたけどね。まあそこは避けれないねなんかでも噛まれること自体もなんかこう触れ合ってる感はあるので、こっちとしてはね、そう、あんまりやらせすぎるのは良くないと思うんですけど、向こうは触れ合ってるっていう感覚、こっちは、あんこさんは触れ合ってるっていう感覚ではないと思うから、ハムってしてくるのはさ、なんかデグーとはまたちょっと違いますからね。デグーはさ、甘噛みをしてその人とこう愛情をやり取りするみたいなことがあるんですけど、まあ、あんこさんの場合は本当に本能のままに行動してる感じがするんでね。だから終わった後にこうやってダルガレミされちゃうのよ。やっぱり本能のままに行動をしてたらね、まあ本能のままに行動されてしまうわけですよ飼い主がこう可愛がりたいっていうね、本能をこう受けてしまうわけですねまあ朝から何言ってるんか分かんないんですけど、まあこんな日もあっていいでしょう。で、グーは、あの、実はこの時夜ご飯終わってて、掃除も全部してて、で、まぁ、ちょっとグーも、なんかね、
動画に載せないのはあれかなと思っておやつだけあげましたね。この間のクワの葉のやつですね、これね。いや、美味しそうに食べてくれてるんですけど、これね、可愛いのよ。どうしてもグーにもちょっと、いたずらしたくなってしまうというか、グーがさ、ご飯取られないようにご飯取られないように手でさ、僕をペッてこう制してくる、あの姿が、あの行動がすごく好きで、だからこうやってチュンチュンってディーってやるとこれで、かわいいのよ。ごめんよ。まあね、これは冗談でやってるんですけど、すごいデグーもなんていうかコミュニケーション力が高くて、すごい毎日楽しませてもらってるし、幸せを分けてもらってますね。ではまた、ありがとうございました。